どう考えてもジャニーズの今売れてる人に取材に行かなきゃ。売れてない人は 100% 被害者ですよ。でも売れてるジャニーズの人たちはそれを本当に被害者って言えるのかな。それをしてジャニーさんにそうやって体を提供して体をね、まあ、もてあそばれて、それでまあ仕事がもらえたっていうことはいくら子供でも理解してるわけでね、その後莫大なお金を手にしてるわけでしょ。いやいや、それはもう NHK の方がむしろひどいわけです。NHK の方がひどい。だって NHK は視聴率がなくてもいいんだから、会社が潰れるわけがないわけですね。民放はジャニーズ使わないと経営に影響するわけですよ。これ確かにタレントには僕もね、そんな大きな罪はないと思いますよ。それはそう思うんですよ。ただじゃあビッグモーターが車買うかって話なんですね今。いや本当そうなんですよ。だからビッグモーターの経営者が悪いとしてるから、だからこれからもジャニーズのタレントをニュース番組のキャスターとして使い続けてくれるのならば、こちらとしたら好都合ですよ。不動さんと不動ちゃんとね、それこそ桜井翔君がこうニュースやっていってくれた方がこちらとしたら好都合に反できますよ。だってまた戦争選挙や普通選挙前には同志が呼ばれて桜井さん使ってますよねと言えるわけですよね。舐めてるんですか国民を。と今回のジャニーズの問題なんてテレビ局はできるだけやってないじゃないですか。どう考えてもジャニーズの今売れてる人に取材に行かなきゃ。あなたやられましたかって、そのモザイクかけてプライバシー守ってやるべきですよ。ただそのやられた人も被害者だというけど、一方で加害者でもあるっていう意見があるようにね、売れてない人は 100% 被害者ですよ。でも売れてるジャニーズの人たちはそれを本当に被害者って言えるのかな。もちろん子供の時にそういうことがあってるから 100% 被害者じゃないって言うつもりはないけども、それをしてジャニーさんにそうやって体を提供して体をね、まあ、もてあそばれて、それでまあ仕事がもらえたっていうことはいくら子供でも理解してるわけでね、その後莫大なお金を手にしてるわけでしょ、おそらくジャニーズ出身のタレントさんっていう人は。その人たちが今回被害に遭って売れなかった人たちに損害賠償を払うっていうのも本来やっていくべきだとは思うんですよね。そこでメディアがそういう人たちに取材をしていくっていうのはすごく一方で大事だと思うんですよね。でもそういうこと一切しないんじゃないですか。だからやっとでもここまで来たっていう感じなんですけどね。もうようやく進んだ。よくこのジャニーズ問題はあの文春ですら二十数年前に最高裁まで持っていって勝っているにもかかわらずもみ消した話題ですからね。だから NHK の受信料問題も僕は2005年に問題提起してここまで来てますけど、まだまだだから多くの人は NHK のことを信じてるっていう中で、ね、すごいこう真実をやっぱり伝えるっていうのはいかに難しいかっていうことを物語ってると思うんですよ。ありがとうございます。そこをどうやっていくのかっていうのがやっぱ中慣れしてるんじゃないかなと思いますけどね。今まあ立花さんがおっしゃったように、これまでジャニーズを大きくしていたのは民放なんですよね。NHK もでしょ。え？ NHK もでしょ。NHK も含めて NHK のシェアは少ないと思うんですよね。特にテレビ朝日なんか、紅白の司会に嵐とか使ってるじゃない。あ、いやいや、それはもう NHK の方がむしろひどいぐらいですよ。NHK の方がひどい。だって NHK は視聴率がなくてもいいんだから、会社が潰れるわけがないわけですね。民放はジャニーズ使わないと経営に影響するわけでしょ。明日から、あれですね、ジャニーズ出身のこのキャスター、東山さんとか、城島さんの番組があるので、まあ、注目していかなきゃいけないんですけど、そういったのどうですか。まあ櫻井翔さんなんかはこれが始まってからほとんど何も言わないで、まあある意味では NHK 出身の有働アナウンサーの隠れ蓑かなんかで逃げちゃったんですけどね。まあ部分的なことですけどどうですか。まあそうですね、このように問題が明るみになっている状態で、まあさらに、まあ、ジャニーズタレントを、まあ、採用し続けることは問題だとは思います。ジャニーズ事務所の所属のタレントを採用し続けるというのであれば、ちょっと対策は考えないといけないなとは思います。で、まあ、ちょっと私も芸能界に疎いので、この人がジャニーズ事務所なのか、あるいは脱退されたのかということはちょっとまだわからないので、ちょっとそこは慎重にいきたいとは思います。Thank you.
さすが頑張るのにな。そうやな、あの城島さんっていうのジャニーズやんな。イノッチもそうか。いやいや、あの東山もそうだね。今あのニュースのね、キャスターということで出てる。そうだね、出てる東山、東山が一番年長者くらいだと、あと桜井さんと思う人だ。それが、そう、城島さんって今どの番組なんですか。なんか土曜日のテレビ朝日もなんか、あ、じゃあその時に言うかどうかって。まあそもそもね、ジャニーズの人がニュースキャスターやりだしたのはまだ最近だもんね。多分桜井翔吾さん、はい、桜井翔吾さん初めてでしょ。東山の方もね、東山も朝でしょ、日曜日は、うん、それは2019年とかそのぐらいと思うんで、ニュースゼロの方が先だとは思いますけどね。あとだからゴーイングに出てた亀梨君なんかがスポーツコーナーですけど、まあスポーツですからね。ただあのこれ確かにタレントには僕もね、そんな大きな罪はないと思いますよ。それはそう思うんですよ。ただ、じゃあビッグモーターの車買うかっていう話なんですね、今。いや、ほんとそうなんですよ。だからビッグモーターの経営陣が悪いとしてるから、ビッグモーターの車買うのやめましょうみたいな、今世の中の流れじゃないですか。同じで、ジャニーズが悪いことしてるから、ジャニーズのタレントを使うのやめようっていうのは、至ってシンプルな考えであると思うんですよね。ただ、そこにテレビ局が、そういうジャニーズ所属のタレントさんを使い続けるっていうのは、もしこのまま使い続けるとなれば、相当やっぱり切れない関係であるっていうことが、そこで浮き彫りになっていくわけですよね。で、その時に、まさに YouTube とかインターネットの力っていうのが発揮されてくる。まさに言えるじゃないですか。また、政見放送とか、投資討論で、国連で問題があってるぐらい、日本の国益を損害したような事務所のタレントを未だに使い続けてるのが日本テレビだね、テレビ朝日ですっていうことをテレビに出て言えるっていうのは大きいですよね。それ絶対言われたくないわけですよね。それを立場の力が大したことないわ、 NHK から国民の力が大したことないなんて思ってるのが、あのこちらも舐められたものなんでしょうけど、それはだから5年10年してきたら分かってくるわけですよね。それにいち早く気づいたのが、だから、ABEX の松浦正人さんですよ。松浦会長。立場あんなこと言って大丈夫なのかと。僕は面識やる時までなかったですよ。僕に対しての思いもなかったでしょうけど、僕のテレビ朝日のニュースステーション、報道ステーションが退場したことを見て、あの人すげえなっていうことを言い出してくれたんで、あれ分かる人すぐ分かるんですよ。だからこれからもジャニーズのタレントをニュース番組のキャスターとして使い続けてくれるのならば、こちらとしたら好都合ですよ。テレビ局に対して確実な証拠として出せるわけですよね。そこに気づいた人がちょっとずつちょっとずつこっちに変わっていくわけですね。で、話を戻せば、参政党僕なんでここまで叩いてるかというと、彼らはそれすらもう信じるか、俺たちが言ってるのは正しい、テレビ嘘だって言っときながら、あんたたちも嘘言ってるんだけどって僕は思わないんですよ。せっかくテレビおかしいこと言ってるよってことがここまで広めてきたのに、なんかそれをかっさらっていかれたらちょっと勘弁してくれ、お前らも詐欺やみたいな。っていうことでやってるのであって、逆に本当にこのままね、ニュースゼロとかで、ウドさんと、ウドちゃんとね、それこそ桜井翔くんがこうニュースやっていってくれた方が、こちらとしてはものすごい批判できますよね。だってまた、戦争選挙や普通選挙の前には同志が呼ばれて、桜井さん使ってますよねと言えるわけですよね。舐めてるんですか国民をと。それがあのこれまではテレビ局が合体したら肩組んでおいたスクラム組んでおいたら誰も指摘できなくて国民に伝えられなかったわけですよね。でもこれからほんとそういう YouTube とかで言えるわけですし、それをだからテレビに出ない YouTuber が広めていくわけで、だから僕はそういう次の選挙においては YouTube なりの発信力のある人を公認しようと思っているっていうことですよ。だからテレビ局に対してもの申せる発信力のある YouTuber を公認していこうということで、今そういうのを探していってるって感じです、まあ、そこの対処はもうまさにあれですよ、堀江もんですよ、まあ、そこは堀江さんと一緒に、まあ、誰に声かけるべきかな、堀江さんの人脈がやっぱ一番強いですから、それこそ中田のあっちゃんがね、中田敦彦さんとか、キングコングの西野さんとか、それはもうテレビと、もうだって中田敦彦さんがめちゃめちゃ喧嘩してるわけですよ、もうね。テレビとも吉本興業とも喧嘩してるわけでしょ。今のその周りの人やめてくれってなりますけど、これからどっちが伸びていくねんって考えたら、どう考えても中田敦彦さんって言ってることが伸びていくと思うんで、中田敦彦さんとまだお会いしたこともないし、やり取りすらしたことないですけど、
でももうそれはそんな遠くない将来実現できるんじゃないですかね。話する時間があると思いますよ。まあ現に今中田敦彦さんはもう堀江さんのやろうとしている堀江モバイルとかそっちの方を実質上推してますからですね。三谷さん の楽天モバイルに対して堀江さんの事業を、まあ、うまくあれバレないようにしてるつもりでしょうけど、完全に中田敦彦さん堀江さんについてますからね。こうだって楽天が潰れるかどうかって今状況ですよ。本当にパチプロ政治家 YouTuberN 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないの、お客のさ多分ないんだ、お客さんの方もっと愛と果てしいよ、お客のもうこりぼりよ、一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をセクハラ。